藤田七子、涙の引退届提出、師匠の万年筆で綴った思い。藤田七子騎手が JRA に引退届を提出しましたが、まだ受理されていません。師匠の根本康弘氏は、彼女が大泣きしながら引退届を書いたと語っています。みんなの反応。引退の仕方が後悔を招くかも。藤田七子が不正で引退したように見える。謹慎してから復帰を考えるのも良かったかもね。女性騎手でここまで活躍した人は少なく、彼女は特別な存在だった。努力の過程や活躍が人気の理由だね。携帯依存が原因と言われてるけど、身近なものが依存の原因になることもあるし、騎手の地位や収入も失う可能性がある。依存については自分も気をつけようと思う。藤田七子さんが引退したのは、スマホ持ち込みの問題が影響したのかもしれません。彼女は競馬界で有名で、多くの人が憧れていました。だからこそ、引退は悲しいし、納得できない部分もあります。彼女の決断は競馬への愛情の深さを示しており、世間にその重大さを伝えたと思います。藤田七子さん、お疲れ様でした。今後の活躍を期待しています。根本先生が大切に育ててきたことを考えると、辛い気持ちがわかるよね。今の競馬学校生は昔の公営競技の問題を知らないから、こういう事例の重要性を理解しにくいのかも。 JRA とかは動く金額が大きいし、八百長があったら本人だけじゃなくて家族の安全にも影響するから、この問題の重要性を再認識してほしいね。引退は残念だけど、規則は規則で、ギャンブルには大金が動くから仕方ないよね。競馬だけじゃなくてスポーツ全般でお金が絡むと八百長もあるし、見つかってるのはほんの一部だと思う。だから騎乗停止も仕方ないかな。彼は競馬人気を支えた騎手だけど、プレッシャーやストレスもすごかったんだろうね。今回の件で糸が切れちゃったのかも。引退は残念だけど、まだ若いし新しい道に進んでほしい。八百長の犯罪にはなってないから、周りや報道陣は静かに送り出してあげるべきだと思うよ。結婚して妊娠出産を考えると現役はあと数年かなと思ってたけど、人気も成績も良かったから残念だね。前に他の騎手が調整ルームでスマホ使ってたのがバレた時、自分もやったことあるって言って注意されたけど、今回騎乗停止になったのは若手だから甘く見られたくなかったのかも。調整ルームのスマホ管理はもっと厳しくすべきだし、一般企業でも禁止してるとこあるから、なぜダメかをちゃんと教えないとね。今の若い世代はスマホが手放せないけど、それが問題だと気づくのは遅いんだよね。お金が絡む仕事では不正は厳しく処罰されるべきだよね。藤田騎手が若手スマホ騒動の際に自ら使用を申告し、厳重注意を受けたが、今週監視報道で騎乗停止に納得がいかないという話ですね。JRA の対応も理解できるが、もっと公にしていればスキャンダルにならなかったかも。最近の不祥事対応や騎手のメンタルケアなど、JRA はやるべきことが多いと思う。一旦落ち着いて、反省は後で、騎手になれた自分を大切にしてね。藤田騎手が引退する意思があるのは残念だけど、JRA にも問題があると思うよ。昨年、若い騎手が処分された時に藤田騎手も自己申告したのに、注意だけで済ませたのが今回の問題につながったんじゃないかな。JRA はなぜ昨年のうちに対応しなかったのか、説明するべきだと思うよ。スマホの使い方を軽く見てる若者も多いけど、重要な情報が漏れるリスクはあるから注意が必要だよね。でも運営に対する不満もあるかもしれないし、引退は冷静になってから決めてほしいな。どんな選択をしても幸せを願ってるよ。ヤフーは藤田騎手のスマホ使用報告をトップにしないと誹謗中傷されるよ。根本氏の言う通り、若手6人の問題の時に JRA に報告して処分を受けていれば、今回責任を問われるのはどうかと思う。あの時の JRA の判断が藤田騎手の引退につながったかもしれないね。スマホのルール改正が必要って意見もあるけど、競馬は賭け事だから情報漏れはダメ。どんな仕事にもタブーがあるし、多様性って言ってもビジネスでは違う。競馬を本当に愛してるなら、自分の意見よりも処分を受け入れてほしかった。藤田さんのファンだったから残念だな。 JRA の騎手を目指す人は多いけど、夢を叶えられるのはほんの一握り。体重や体調管理、周囲との協調が大事で、その努力が携帯電話のせいで無駄になるのは辛いけど、規則だから仕方ないよね。飲食やトレーニングで体を整え、メンタルも鍛えなきゃいけなかったんだよね。厳しいけど仕方ないね。本当に残念だね。騎手としてルールを守るのは当然で、スマホ禁止が古いという人もいるけど、公営ギャンブルの観点から禁止されてる理由は騎手が一番理解してるはず。
守れないなら騎手になるべきじゃない。引退は処分とは別で、個人の判断でけじめをつけるならそれを尊重すればいいと思う。競艇選手はレース中、スマホや PC が取り上げられ、外部と連絡禁止です。過去に DS でネットした選手が出場停止になったことも、八百長防止のためです。競馬も同様に管理すべきで、引退したくないなら反省し、騎乗できない間はトレーニングや厩舎の仕事を頑張ってほしいです。競馬学校で携帯の使用制限を学んでるはずだから、ルールを守らない一部のために全体が悪くなるのは良くないよね。JRA に電波遮断機をつけろって意見もあるけど、ほとんどの人はルールを守ってるし、反省して謝罪して処分を受けて再起する道もあったんじゃないかな。大人がそう判断したなら、その意思を尊重するしかないよね。藤田騎手が前回スマホ使用を認めて注意を受けたのに、今回の騎乗停止は何なのか疑問だよね。新しい事実がないと不合理だし、彼女が少ない女性騎手として頑張ってきたから、この引退は本当に寂しいよ。通信手段を断って物理的に八百長に関与できなくするのは本人のためでもあるよね。組織が接触を図ってくるかもしれないし、一度関わったら大変なことになる。家族にも危険が及ぶかもしれないし、命に関わることもあるかも。本人の自覚が足りないし、 JRA も関係者を守るためにもっと研修で周知させるべきだと思うよ。藤田七子騎手が JRA に多大な貢献をしてきたけど、引退届を出したことで遺恨が残るかも。彼女の将来に関わる重要な問題だから、双方が関係改善に努力して解決してほしいね。すでに厳重注意を受けた後に新たな非行為がないのに騎乗停止処分を受けるのは二重処分で無効じゃないかと思うんだよね。引退届を出してるから争われないかもしれないけど、処分のやり方には疑問が残るよね。 JRA が厳重注意は処分じゃないって言っても、一度決めたことを後から蒸し返すのは合理性に欠けると思うな。これまでの苦労を考えるともったいない気もするけど、八百長してないなら犯罪じゃないし、謝罪して謹慎して今後を考えればよかったかもね。結婚してるから子供も考えて早めに決断したのかも。妊娠出産したらしばらく騎乗できないし、女性が長く続けるのは難しい世界だよね。2023年の不正利用で藤田騎手以外の女性騎手は騎乗停止という重い処分を受けたけど、藤田騎手は口頭注意だけで発表もされてないんだよね。その差って何？藤田騎手の当時の交際相手が JRA 職員だったから、もしそれが影響してたら公正さに疑問が合ずるよね。 JRA は引退で終わらせず、ちゃんと調査して発表するべきだよ。残念だけど公正競馬のルールは守らなきゃね。藤田騎手が気の毒でも、スマホ持ち込みを軽く見るのは違うよね。問題は JRA にあると思うから、藤田騎手だけの犠牲で終わらせず、組織としてしっかり解決してほしいな。日本では女性騎手は条件戦が主で、 G1 レースに出ることが少ない。男性騎手も外人や地方出身が上位を占め、 JRA 出身は苦戦。育成カリキュラムの見直しが必要かもね。騎手がスマホで通信して処分されるケースが多く、 JRA は対策を講じないと同じ問題が続く。厳正な処分は必要だが、引退する騎手が出るのは残念。みんなの反応としては、藤田七子騎手の引退に対して多くの人が残念に思っており、彼女のこれまでの活躍を称賛する声が多いです。特に女性騎手としての彼女の特別な存在感や努力が評価されています。しかし少数意見としては、 JRA の対応やスマホ使用に関するルールの厳しさに対する批判も見られます。特に過去の対応が今回の問題に影響を与えたのではないかという意見や、ルールの改正を求める声もあります。当チャンネルの意見としては、藤田七子さんの引退は非常に残念ですが、彼女の決断を尊重し、今後の新たな道での活躍を心から応援したいと思います。